皆さんお元気ですか？菅野直樹です。今日もご視聴いただきありがとうございます。7月9日木曜日、今日は羊飼いを仰ぎ見よという題でお話ししたいと思います。聖書は私たちの神に対して羊飼いだと言います。この羊飼いはその群れを養い、身腕に子羊を引き寄せ、懐に抱き、乳を飲ませる、羊を優しく導く。ああいいですね。そんな羊飼いに飼われている、養われている、導かれている。第一義的にはこれはイスラエルに対して語っていますが、同時にこれは私たちに対してのことでもあると覚えてください。主は私たちの羊飼いなので、私たちは一人ぼっちではない。いつも身腕に引き寄せられ、懐に抱かれ、優しく導かれているんだ。疲れて弱っていて迷いやすい私たちをいつも気にかけてくださってるんですね。主はイエス様の血潮によって買い取ってくださいました。ですから私たちは主のものです。二つの意味で主のものですね。主が私たちを作られた。もう一つは主が罪人の私たちを買い戻してくださった。主の財産ですよ、私とあなたは。主は一人も失うことなく永遠の命を与えたいと願っておられます。責任を持って養われます。しかし今日この方を見失ってるってことはないでしょうか。聖書はこう言います。仰ぎ見よと。なぜそういうのか。仰ぎ見てないからです。あなたに仰ぎ見てほしい。皆さん、そうしたらね、ほとんど全ての悩みは消えていくんです。そういう単純な信仰を持っていきたいですね。そこに救いがあり、癒しがあり、解決があり、解放があり、祝福が全て主から与えられる。羊飼いと羊のように主に養われ、導かれながら歩んでいこうじゃないでしょうか。飼い主なる主よ、飼い主なる主よ、かよわき我を導きたまえや、草茂るのにイエス君、イエス君、我が飼い主よ、変わるる我が身は永遠に長もの。今日もご視聴いただきありがとうございました。素敵な一日でありますように。それではごきげんよう。さようなら。